川口信夫川口信夫は新潟県三条市出身のサッカー指導者、元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード及びミッドフィールダー。妻は元谷アナウンサーの関純子。小学生の時に兄の影響でサッカーを始めた。高校時代には新潟県選抜として国体に二度出場。1994年に順天堂大学に進学し、先輩。 七海みひろしのパスからゴールに迫る活躍で、同年の関東大学リーグ新人賞を受賞。スピードを生かした突破力を武器に、快速ストライカーとして、名を馳せた。同期に、鈴木悟、鳥羽とまさ。1997年には、大学選抜に選出され、ユニバーシアードに参加。1998年、七海が在籍するジュビロ岩田に入団。 同年の山崎ナビスコカップ決勝戦では2得点を挙げて大会 MVP に選出された。1999年にはアジアクラブ選手権優勝。2000年以降は主に右サイドのアタッカーとして使われることが増え、岩田黄金期のスーパーサブとして活躍。快速を生かし攻撃を活性化させたが、大田吉明の台頭を受けて徐々に出場機会を失っていった。 2005年12月、同年限りでの対談を決意。2006年より FC 東京に完全一席。果敢なドリブル突破で攻撃の一翼を担った。2007年はカップ戦を含め全試合にベンチ入りしていたが無得点に終わり、12月に契約飛行新が発表され、J リーグ合同トライアウトにも参加した。リーグ戦終了後の天皇杯では、 気持ちのこもったプレーでチームを牽引。ここでの好プレーに加え、川口とポジションの重なる選手の対談が相次いだことなどから、翌2008年1月に再契約を結び、FC 東京に残留した。この年もピッチ上での健在ぶりを示していたが、大竹洋平や鈴木達也にスーパーサブの役割を譲ることが増え、同シーズンをもって現役を引退した。 高い意識で真摯に練習に取り組む姿は、見本として信頼を寄せられ、2008年に特別指定選手としてチームに加わり、後に FC 東京に入団することになる高橋秀人は、ノブさんがいなかったら FC 東京に入っていなかったかもしれない。と10回している。2009年から FC 東京の普及部コーチに就任。2010年に日本サッカー協会公認 B 級。 コーチライセンスを取得。同年開催のフットサル。超フリーグ一部ファーストステージで21得点を挙げ、2位に入った。2013年からはトップチームコーチを務めた。2014年限りで契約を満了。2015年 OB e の登用を進める岩田へと復帰。下部組織のコーチについた。ありがとうございます。